こんにちは、まい先生です。今日はゆっくり練習する時のポイントをお知らせします。ゆっくり練習するのって必ず必要なわけでは実はないんですが、やっぱり引き通してしまってどんどん速い練習ばっかりしてしまって雑に演奏してしまったり、まだ音を覚えていないのにどんどん速い練習をしてしまってはやっぱり曲はなかなか仕上がりませんし、一音一音の音もしっかり聞くことができません。なのである程度ゆっくりの練習は必要となります。ただゆっくりの練習って気をつけないと、こんな風に一音一音に強さや重さが勝手についてきてしまいます。これ素早く軽やかな出来上がりを必要とする場所の時にこの練習をしてしまうと、もう足を引っ張るばかり、後から早く練習をしようと思ってもこの重さや強さが抜けなくて、なんだか弾けない、弾きにくい、早くは弾けないな、なんていうことになってしまいます。力も無駄に入りやすくなってしまいます。例えばここに今楽譜ブルクミラーの25の練習曲進歩、この曲があります。この曲は、こんな風に始まります。これ、ゆっくり練習をするときに、もっとゆっくりするとき、一音一音に同じような強さや重さがどんどん加わってしまうと、スムーズにひとまとまりの音楽を後からしようと思ってもどんどん抑え込むような音を作る練習になってしまったりします。後からここはもっと力を抜いて、ここはもっと軽やかにと言っても、しっかり一生懸命した練習ですから、もう体が覚えてしまって逆に力を抜きにくくなってしまったり、音の長さに合わない強さで弾いてしまったりすることがあります。なので必ず完成形の音の強さや重さを守ってゆっくり練習をするようにしてください。今進歩、これピアノ小さい音でと書いてあります。ゆっくり練習するときに果たして皆さんちゃんと強弱を守って弾いていますか？これだったら強すぎる音や重すぎる音にならずに少し楽に弾いていること、少し楽に弾くことができるのではないですか？それからこういうところも、強くなってしまったり長くなってしまったり重くなってしまったり、ゆっくり練習をするときにはこれがついてきてしまうんです。最初からゆっくり練習には強すぎる、重すぎる、長すぎるがついてきやすいですよ。だから強すぎない、長すぎない、重すぎない、これを頭に入れて弾いてみてください。もう一曲ブルクミラーの無邪気、隣のページにありました。こういうところも、こんな風にしっかり強く重く練習をしてしまわないようにしてください。完成と同じ強さ、同じ軽さ。速いテンポの場合は音が短く軽いですから、ゆっくりの練習をするときにも軽く短めに弱く弾くように練習をしてみてください。ゆっくりの練習のときには重さ、強さ、長さが勝手についてきてしまうよということを頭に入れて、しっかりポイントを押さえてゆっくりの練習してみてくださいね。はい、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。